今日の動画は別世界のスキディビトイレ大戦争。こっちの世界線ではね、トライタイタンっていうね、めちゃくちゃかっこいいねタイタンが出てくるんやけど、今回もね最新7話ぐらいまで溜まってるんで、みんなと一緒に一気にまた見ていきたいなと思います。スキディビトイレシリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということでみんな、今日はねビアランさんのトライタイタンとかトイレットエンペラーとかソナータイタンとか出てくるね別世界のスキディビトイレ見ていきたいと思うんやけど、ちょっとねみんなさすがにちょっと忘れてるかもしんないから、てか俺もね忘れてるんやけど、ちなみにこれがねみんなソナータイタンやね。マイクのみんなとカメラタイタンが力を合わせて作ったタイタン、これがね確かソナータイタンで、こんな感じでねほらマイクを回してソナーみたいにして敵の居場所をねこう分かるっていう、そういうねすごいタイタンなんよこれね。ほら音立てちゃった、音立てちゃったらすぐにこのソナータイタンが気づくと、めちゃめちゃねこっちの世界線はねかっこいいタイタンめっちゃ多いんよね。よし、じゃあね前回終わったところから見ていこうか。これが前回見た最新話のところだったね。確かトライタイタンがね第二形態みたいになった気がするんやけどね。ちなみにこっちの世界線ではタイタンテレビマンが乗っ取られてるみたいな、なんかゾンビ化させるねなんかスキディビトイレがいるんよね。なんか次の命令を待ってますって書いてんね。そう、ゾンビ化させるね、なんか骸骨のスキディビトイレがいるんやけど、そいつに体をね、乗っ取られてるって感じやね。なんか体を再利用されてるみたいな感じかな、どっちかっていうと。どうするみんな。どうなるんだったっけこれで、これあれじゃないかな、さらに強化するみたいなボタンを押して、これトライタイタンね。この世界線ではこのトライタイタンっていうのが、めちゃめちゃ、メインキャラクターというか主人公的なポジションだよね。おー、かっこいい、かっこいい、もうかっこよすぎる、かっこよすぎ、久しぶりに見るんだけど本当にかっこいいね君本当にかっこいい以外の言葉が見当たらないよ。あ、そうだ、ここで終わったんだ。じゃあ今日はね最新エピソードから見ていこう。スキディビウォーズ84話見ていこう。で、あの進化したトライタイタンが、まあ、次はどうなるかっていう感じだね。敵もねこっち側結構強かった気するよね。あ、出た、ソナータイタン、これさっき俺が言ってたやつやね。この子もね、うぅ、頑張れ、かっこいいよな。でもソナータイタン、何あれ、見覚えないよあんなスキディビ、何怖い。あ、違う、なんか、おお、やばい、敵味方関係なく攻撃してない、大丈夫、おお、かっこいい。でもなんか周りになんか変な衛星みたいな飛んでんね。あ、よかったよかったよかった。ガッツポーズしたってことは、なるほどね、別にそんなに暴れてるってわけじゃなさそうな、ちゃんと意志はあるんだ。来るよ、頑張れ、かっこ、剣かっこいいな、頑張れ頑張れ頑張れ、めっちゃ、おお、早い、なんか来てる、危ない、やっつけたんだ早すぎて、あ、上から、ああ、この音が遅れてやってくる感じもかっこいいね、強すぎる、トライタイタンマジ強くなったね。もう誰も勝てないんじゃないか、おお、打ち取ったどうみたいな感じやってんね。怖いね、おっかないね、おお、いいね。この中でもカメラマンくんがちゃんと活躍してんのもいいね。活躍はしてなかったか今ちゃんとフォーカスが当たってるのが嬉しいね。あ、出た出た、みんな、これがね、みんな、ちなみに、俺がさっき言ってた、タイタンテリーマンの体を乗っ取ってる、まあ、なんかゾンビスキディビみたいな感じやね。倒したカメラマンとかも確かね、ゾンビ化させて、まあ、自分のね、コブにできるんやけど、コブになったやつはこういうね、緑色の光になるよね。けどなんだろう、なんか、片膝ついてる。これ待って、エンペラートイレだ。これがね、こっちで言うところの、もうなんか、王みたいな感じじゃない？新しいトライタイタンの進化に君たちは気づいただろうな、みたいな感じで言ってんね。何？そうだよね、みたいな。怖いね。そう、私たちも気づきました、みたいな感じやね。分かってるなら、その進化、まあ、あの、トライタイタンが進化アップグレードしたのは、お前の、まあ、失敗のせいでもあるっていうことも分かってるよね、みたいに言ってる。怖いよ。何？じゃあこいつらの技術を盗んだって感じなんかな、アップグレードするために。でもそんな、僕たちにできることはほとんど何もありませんでしたみたいな、さあ、あのさあってあれだね、敬礼みたいな、敬礼っていう
目上の人に言うやつやね。なんだ？それにもかかわらず、まあトイレットエンペラー。トイレットエンペラーってこの子のことかな？にも失敗したみたいな感じかな？なんで？まあお前たちのその失敗を、まあ取り返すチャンスをやろうみたいな言ってんの。これあれじゃない？ G マントイレだ。G トイレがやられてからもうかなり時間が経ってしまったと。けどそのこの体、ボディは、まあ死体みたいな感じだな。は、まあ本部のどこかに隠されているみたいな感じかな。まあ同盟の奴らがそこに隠してるみたいな感じ言ってるんだな。それを取って返してこいみたいな感じ言ってんね。なるほど。今気づいたけど普通に喋ってんのすごいな。でもこの人たちスキディビスキディビ以外じゃなくてちゃんと字幕入ってるんやね。まあけどその本部に行くのはなかなか難しいことですって言ってんね。侵入するの難しいんだけどお前たちはそれをやらないといけないみたいな感じかな。お前たち二人にはがっかりしてるんだよみたいな言ってる。だからもう次失敗するなよみたいな感じかな。難しいタスクだけど、あーエターナル、もし失敗したらとんでもない苦痛を味合わせてやるみたいな感じだ。あー頑張れまあ頑張れではないけどね。頑張れではないけど、トイレットエンペラー、おーってことは G マントイレの体を取り返しに行けっていう王の命令が今下ったみたいな感じだな。じゃあ続きを見ていこう。スキディビウォーズ85話見ていこう。ん？スキディビニューロリンクテスト、なんかテストをしてるんだ。あ、なるほどね。カメラがすごい表情がいいね。やっぱり表情がいいよね。今なんかなんだお前みたいな顔してたね。それ何みたいな顔してる。あーやばい、これで実験させられてんだ。スキルストールが、えっ、あ、なんだなんだそれ、なんだ、何の効果があるんだ。バイバーイみたいな顔してる。なんだ、笑顔になってる。あ、成功したんだ。なんかニューロリンクって言ってたから何かをつなげるんだ。まあ、神経接続みたいな感じかな。なんだベース、あ、攻撃されてるって。この基地が誰だ、あの二人かな。あ、違う、ゾンビ化してる。で、これあれだ、あ、やっぱ来た。こいつはね強いよ。ネクロマンサーみたいな感じだからな。使えるよね。あ、これね、ちなみにアップグレードされたやつは赤色のかな、なんだ、シネマタイタン、シネマタイタンも来るの。おお、来た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 、アップグレードされてる。かっこいい、来てる、やばい、来るよ。それテレビタイタンの体奪われてるからね俺たち。お、シネマタイタン VS、 あ、笑ってる。何なんかちょっとねアニメ調だよねこっちの世界線。かっこいいよね、なんか全て。おお、倒せる。あー、続きも早く見たいよスキディビトイレ86話、じゃんじゃん見ていこう。さっきの短かったね。オーケー、頑張れ頑張れ、いけるか。そいつ倒さないとね、もしやられちゃったら逆に体奪われちゃうからね。うん、何それ、毒の息みたいな、聞いてないいいね、顔がいいね、全然聞いてないよ。おら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 お、第三形態みたいになってるぞ。うわー、投げれるのそれ。おヒュッて避けるやつだ、ヒュッて。かっこいいね。危ないよ、オーケー。まずはね、横にいるやつから倒していこうってやつか。頑張れ、死ねまま。おお、かっこいいね。お、首切った、違う、腕か。いや、首切ったの。いや、そいつはね、本体が、なんかね、緑の玉みたいな感じなのよ。やっぱ腕だ。体乗っ取られるからね、移動できるんよあいつ、魂だけみたいな感じで確か。やばい、侵入してくる、まずい、やばい、そこ閉めた方がいいんじゃない。スキディビイケメンだなこのスキディビトイレ。入ってきてるよ、気づいてるみんな、これちょっと何してんの、ちょっとざるすぎないか警備が。後ろほら、何をしてるの、警備一番大事にしとかないと。来てる、ほらほらほら、ちっちゃいやつが、あの大きいやつが、あ、
あ、なんだ、ハレジゲネ、俺たちの前にどうやってここに入ったんだって言ってる。あ、これでもニューロリンク、他の出口からって言ってる。あ、これそういうなんか、なんだろう、洗脳みたいな感じできるんじゃないかな。 You find out G トイレがどこに隠されてるか知ってるかって言ってる。あ、知ってるよ、ついてきてって言ってる。これはニューロリンクテストのおかげなんじゃない。そこじゃないんやけどね。これで、よしよし、閉じ込めた、トラッシャーあれだ、ゴミ箱行け。おお、裏切り者めって言ってる。バレてるんだ。あ、流された、弱すぎるおい、よかったよかった、いいねいいね。こうちょっとスキデビトイレ側をもう改心というか、まあなんだろう、強制的にこっち側にの思想にさせるみたいな感じなんかな、あのニューロテストで埋め込んだやつは。大丈夫、どうなった、あ、トイレ、これどっち、トイレ側やんねこれ。そうやんね、シネマタイタン攻撃してたし。何、は、これあれやんねん。いいよいいよ、こっちも迎え撃とう、こっちも結構強い。トライタイタン、トライタイタン来てくれたらもう俺たちの勝ちはでかいよ。早い、トライタイタン早いからね。おおけどみんな、あのニューロテストが結構いい感じに進んでるね。で続きを見ていこう。スキデビウォーズ87話、さあどんどん見ていくよみんな。あ、あ、ここだ、 G トイレが保管されてるって言ったところ。なるほどね、研究してるんだね俺たちは。やっぱり俺たちっていうか、トイレ側は、カメラ側は。トイレマン、あ、プランジャー持ってる、トイレマン。デストロイ、なんかそれを破壊しろみたいな、破壊装置みたいな感じだな。早く破壊した方がいいって言ってるけど、あ、破壊はできないみたいな感じだ。あ、トイレ側入ってきてるじゃん、やばい、そうそう、あ、破壊しないからさっさと、やばい、取られる、まずい、持ってかれるとまずいんじゃない、復活するかもしんない。あ、なんか流された、あ、プランジャーだ何それ、お前のことを見てるぞみたいな。おお、爆破するんだそのプランジャー、かっこいい、おおなんかかっこいいな、やばい、でも持ってかれてるじゃん、こんな簡単に持ってかれてんの。もうこれでエンペラーは俺たちのことを誇りに思ってくれるはずだって言ってる。そうだなみたいな、ちょっと全然すぐに持ってかれてるじゃん。ちょっとちょっとみんな、トライタイタンは取られてるよ、最優先事項じゃない、あっちが。うっ、やばい、そいつ倒して、頼む、お願い、こいつもまだ倒せてないしな。なんだ、来たか、お、逃げた、ここから逃げようって、早く逃げないといけないみたいな感じ。ドローン、シップに戻れって言ってる。あ、おお、これはトライタイタンの一撃、シップを破壊した、これでドローン戻れるとこはなくなった。来た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 、トライタイタン来たね。これはね、逃がしてはいけない、そいつを。一人逃げちゃったっけ、さっきの、あ、ネクロマンサーみたいなやつ。おお、かっこいいね、おお、かっこいいよ。なんだなんだ、首振ってる、なんだ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 、どうしたんだ、なんだ、力が出ないみたいな感じなんかな、ちょっとわかんないけど続き見ていこう。スキデビウォーズ88話、さあどんどん見ていくよ。何が起こったんやろ、なんかさっき倒せばいいのに、なんだろうこれ、何が起こってるんだ、逃げられるよ、うわ、バリアかっこいいよな。いや、さすがに、おお、一発バリアを、おお、いやけどね、さすがにトライタイタンの方が強いんじゃないか、アップグレードできてるし。おお、おお、おお、バリアが結構強いけど、よし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 、めちゃめちゃいい感じだ。おお
もうウルトラ大戦争みたいになってる。やばい、何消えた、え消えた、あ後ろ、あドライタイタン、そんなこともできるの君。やばい、なんかダメージ打ってない、思ってる5倍くらいダメージ入ってない、やばいやばい、なんだトライタイタン、頑張って頼む。何カタ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 言ってる。おお、おお、怒ってる怒ってる、これは怒ったんじゃない、うおっ桁違いなんやけど、攻撃力トライタイタンだけやっぱり桁が違うよ。あ、でもなんだ、うわ、しゃ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 、おお、まだでも生き残ってるか。もうダメだよ君、もうトライタイタンには勝てないよさすがに。やっつけよこいつ。おっ、自爆装置みたいな感じじゃない、やばい、逃げろ、危ない、はっあ、笑ってる、仲間がいなくなったのに。そうやね、この子は先に逃げてたもんね。よしよし、でもこの子だけは、あ、よしよしじゃないじゃん、この子は救われちゃったか。やっぱでも自爆装置でやつだけは倒したね。何、誰誰、また新たな敵か。もう続きを見ていこう。スキディビウォーズ89話、結構来てきたね。確かね、91話までだからもうすぐかな。スピーカー HQ からかなり離れた場所みたいな感じで書いてあったね。まあ別の地点って感じだな。スピ、スキディビトイレの声がなんか、は、お、あ、なるほど、罠になってるんだ。スピーカー、罠全然聞いてませんよカメラマンたちいや、スピーカーマンたちかちょっと罠セットしてたのはいいけど、うわー、なんかすごい強そうなのも来てる。スピーカーマン隠れてかわいそうに、ああ、怖いよ、ああ、誰か助けて。トライタイタンはね、でも来ないと思う。ここら辺はなんだなんだ、おお、スピーカーマンもこれアップグレードされてるんじゃない、赤色になってるもんね、胸のところが。おお、いいね、おお、かっこいい。やっぱちょっとね、小型化するよね、こっちでは。ちょっとかっこいいよね。おお、おお、かっこいい。まあなんかちょっとね、ブラックカメラマンみたいな、そんな感じの強化バージョンになっていくの、どんどん。かっこいいね、なんか触覚みたいなの生えてるわ、スピーカーマン。おりゃー、よし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 、おい、いいよ、そのままやっつけちゃった。あ、スピーカーマンかわいい、大丈夫、助けてくれたね。スピーカータイタンか、こっちはブラックスピーカーマン、ちょ、名前がねちょっとわかんないけど、でもまあかっこいいね、スピーカータイタンっぽいね。でもこっちはスピーカータイタン、おお、おお、あ、ソナータイタン、オッケーオッケー、ソナータイタンもこっちにいたのか。これで敵がどこにいるか察知する、そこだーって感じじゃない。お、消えれるんだ、ソナラタイタンは見つけれるからね、天敵みたいなもんよ。おお、最強じゃないマジソナラタイタン、強いよ。あれ、いいね、痛い痛いちょっとまだ分かってないのか、力加減が。お、いいね、最近作られた子やからね、この子も。何？なんか今、ふわ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 っていう変な笑い声聞こえたけど、ソナータイタンの声や、今の。続きを見ていこう。スキディビウォーズ90話。ついに90話まで来ちゃったよ、みんな。多分ね、91話で、今回の動画は最新話まで見るっていう感じなんやけど、あと2話ぐらいか、これ入れて。すごいね、映画見てる気分でね、めっちゃ面白いよね。どうなってる？お、かっこいい、この演出。お、
これあれ？あれじゃない？ニューロリンクのやつ。あ、やっぱりそうだ。すごい。これ打つだけで、おお、操作できるようになるの、マジかっこいい。かっこいいというか、これ強くない？マジで。もう多分、ああ、忠誠を誓うみたいな感じで、おお、かっこよくない？この子。かっこいい。フェストマスクみたいな。スピーカータイタンもいるね。けど、毒のマークついてるから、毒を操るっぽいね、この子。でも、デザインめっちゃ好きだな、俺。おお。そんなんじゃ効かないみたいな感じやね。そのタイタンもいるね。あ、こっち側の陣営の話か、これは。オッケー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 。そいつもガンガン倒していっちゃおう。おー、いいね。おお。倒した。もうね、トイレを流すっていうのなくなったね、最近は。あ、ファントムだ。ファントムトイレ。これね、乗り移られるから やばいよ。なんだ、体が動かない。おお、後ろが、はっ、乗っ取られる。やばい、なんか今入り込んだぞ、後ろから。ファントムトイレはやばい。そいつだけはね、体が乗っ取ってくるんよ。入り込むよね、憑依するんよ。あっ、やばい。あ、色が緑色に。あれ、洗脳されたってこと？そのあたいた、そんなバカな。あ、こっちの陣営戻ってきたんだ。ジーマントイレ、これでもしかして生き返らせようとしてるね、確か。うわ、腕が、なんだ、腕切り落とされたぞ、仲間やのに。あ、自分の腕にしたんだ。そうだ、さっきそうやね。あ、なんだ、あ、ああ、なに、ああ、ぐちゃぐちゃに、ああ、用済みってこと？用済みのやつはすぐに消す。とんでもないよ、この組織は。けどこれであとは目を覚ますだけみたいな感じかな。あ、おお、力を与えてるみたいな感じかな。ネクロマンサーの力で蘇らせるみたいな感じか、もしかして。あ、生き返った。あ、とんでもないこと。ってか、ソナータイタンが、ソナータイタンがほら、あ、また洗脳されてるよ。続きを見ていこう。スキディビウォーズ91話、これでね、今回出てる最新話までなんやけど、ソナータイタン、ソナーの音だ。あ、洗脳されてるもん、これ完全に。緑の光はもうダメなんよ。スピーカーマン、逃げた方がいいよ。あ、ほら、あ、あ、おお、これどっちの力だ。これ多分ね、色的にファントムの力じゃないね。やばい、ソナーの力が、頼む。うわ、そんな、スピーカーマン大丈夫？よかったよかった、危ない。後ろはいる。でも、あ、ソナーの力が、ああ、ああ、どうする、これどうする。逃げろって書いてる、ここに。なんだ、撤退撤退みたいな。どうするの。けど撤退しちゃったら、ソナータイタンが、ああ、もう逃げるしかない。これ一旦、また奪われちゃった、こっちの陣営。あ、シークレット、なんだ、これ、アウトポストって前哨基地って意味らしい。俺、日本語でもわかんないわ、前哨基地が何か。まあ、基地の名前だな。まあ、秘密基地に到着しましたみたいな感じらしい。なんだなんだ、あ、さっきの子か。これ、スピーカーマンじゃないかな。あー、テレビマン、シネママンか、これは。かっこいいね、みんな。グータッチで挨拶するの、かっこいいわ。でも、マイクタイタン、いや、ソナータイタンか。ソナータイタンが。どうする俺たち。ん、秘密基地っていうぐらいからなんかあんのかな。なんだここは。あ、はアップグレードカメラタイタン、めっちゃ久しぶりじゃん。よくやった。やっぱネクロマンサーなんだ。俺適当にネクロマンサーって言ってたけど、本当にネクロマンサーっていう名前なんだ。
あなたの、なんだ、すべての命令に従います、マスターって言ってる。やばいやばい。お前はエンペラーに仕えるのだって言ってる。やっぱりネクロマンサーだから死体を操れるんだ。エンペラー様に仕えろみたいな感じで死体を蘇らせたジーマンスキディビもあなたのために従いますマスターみたいな。ええけどソナータイタンが俺超結構ね好きやったのにな。持ってかれるってことはこれねソナーの力悪用されちゃうんじゃないかな。もうこっちはねもう洗脳とかネクロマンサー死体を再利用とかそんなばっかりやからねそんなばっかりやからもう仲間が敵になったり敵が仲間になったりめちゃめちゃいっぱいいろんなことが起きるっていうのがこっちのねスキディビウォーズの世界線なんよね。いやでもということでね今回はめちゃめちゃ面白かったわ。ソナータイタンがね無事元に戻ってくれることを俺は祈るよ。ということでねみんなもこの動画楽しんでくれたり続きを待ってるよと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしく。ということでまた明日バイバーイ。